吉田正美は東京都出身のシンガーソングライター、プロデューサー、ファンやサダ・マサシには、マチャミの愛称で親しまれている。吉田正美とサダ・マサシ二人は1969年、当時高校2年生の時に共通の友人の紹介で知り合った。当時サダはアマチュアバンド、フライング・ファンタジーのリーダーであり、吉田はアマチュアバンド、レディ・バーズのリーダーであった。 1970年の春にサダ、吉田ともう一人のメンバー3人で、山原糸ミュージックコンテストに応募するが、予選落ちしている。吉田とサダはその後も他にメンバーを集めて、バンド活動を行っているが、プロになることは考えていなかったという。サダは、国学院高等学校を卒業後、国学院大学法学部に入学する。高校卒業後、 吉田は大学に入学するもすぐに退学し、セミプロのバンドに入る。キャバレー周りのバンドであったため、サダはこの入団に反対したが、反対を振り切って入団している。サダは吉田が、いわゆる音楽極道になっていくのではないかと、心配し、留守宅を覗きに行くなどしていた。しかしサダは大学には、ほとんど行かず数々のアルバイトをしながら、アマチュアバンド活動の生活を送り、 肝炎を患ったことをきっかけに1972年10月、初旬長崎に帰郷し大学を中退した。佐田が東京で録音したデモテープを長崎に送ってほしいと吉田に手紙を出したことで、吉田は佐田が長崎にいることを知る。吉田はバンド生活に嫌気がさしていたため、仕事を無断退職して失踪状態で長崎にやってきた。 そのため、佐田は吉田を出席して、東京に帰るよう悟すつもりでいたが、彼の姿を見てとっさに、おい、よく来たな、と言ってしまったため、出席することができなく、なったという。以後、二人は、意気投合し、同年11月3日、フォークデュオを結成する。ただし、実情は、とりあえず二人だけでやるという結成であった。コンサートの開催を考えコンサートの工業団体に、掛け合うが、 いずれの団体とも話はつかず、結局は、ファーストコンサートを自主開催することとなった。コンサート開催に際して、グループ名が必要になったため、吉田が、楽譜のトレードマークにしていた、グレープでどうかとサダに提案。サダは、ああ、そうしようと答え、1分で、グループ名が決まったという。後に、グレープの名で全国に知られるようになるが、サダは、デュオの正式表記は、 グレープであるとしている。初めてのコンサートを前に、グレープは、島原市の著名人でサダの父親の友人でもあった、宮崎公平を訪ねた。その際、グレープは、宮崎に後に、自主制作の EP 版、グレープ -1 に収録される歌、恋は馬車に乗ってや、デビューアルバム、忘れ物に収録される歌、セミしぐれ、アジサイの歌を披露している。これを聞いた宮崎は、 これは面白い。このような歌は今まで聞いたことがない。と感心し、長崎新聞社の学芸部、宮川光義に紹介する。宮川は二人を面接して、歌を聴きヒット性を予見、長崎新聞のヤングランに写真入りでグレープを紹介した。11月25日に NBC ビデオホールで初めてのコンサートは、 定員304席のところ250人程度のしか、聴衆が集まらず、サダの弟のしョゲが、通りすがりの人を無理にでも引き込むようなこともあったと、いう。このファーストコンサートに、長崎放送ラジオのディレクターが臨席したことから、ラジオ出演へと繋がる。宮崎公平はグレープを、長崎放送テレビにも紹介し、グレープは、ローカル番組、テレビニュータウンのレギュラーに起用される。 やがて音楽プロデューサー川又昭弘によってスカウトされ1973年10月25日ザ・バード・コーポレーションを所属事務所として雪の朝でワーナー・パイオニアより全国デビューしたデビュー曲雪の朝は全くヒットせず友人らがレコードを買い込んで知り合いに無理に買わせるといった状況であったという1974年4月25日に 第2作目のシングル、精霊流しを発表するが、まだ無名のフォークデュオであったため、当初の売り上げは芳しくないものだった。しかし、東海ラジオの深夜番組、ミッドナイト東海の中で、アナウンサーの蟹江厚子が担当の曜日で、毎週のように流し続けた。これが助力となって、放送エリアの名古屋地区のみならず、全国的なヒットとなり、この年の、 第16回日本レコード大賞作詞賞受賞することとなった1974年10月25日に3枚目の追伸をリリース。4枚目の宝月を1975年3月25日に発売したが2人が考えていたほどのヒットには至らず、5枚目の長官を1975年8月25日に発売して暗いイメージの払拭を狙ったが、 彼らが考えていたほどのヒットにはならなかった。1975年11月25日に6枚目にして、クレープ名義ではラストシングルとなる無縁坂をリリースし、精霊流し以来の大ヒットとなる。さらに、アルバムコミュニケーションに収録された延期理事は収録曲の中でもとりわけ人気を博し、 グレープ解散後の1976年8月21日にバンバンがシングルとしてカバーリリースしヒットさせている。今ではフォーク業として記憶されているが、後にサダ・マサシが語るにはロックをやりたかったのだという。サダのバイオリンと吉田のジャズギターを生かしたサウンドを目指していたらしい。確かに無国籍な印象のあるデビュー曲雪の朝や 精霊流しの B 面に収録されたフレンチポップス風の悲しみの白い影など、いわゆるフォークの枠に収まらない楽曲も多い。また、セカンドアルバムセセラギ収録のラウドネスやグレープライブ三年坂に収録されている吉田のバンコ、サダの第一印象といった楽曲は明らかにフォークソングではなく、彼らが本当にやりたかった音楽の片鱗が伺える。 サダは、後年、男性二人のデュオは当たらないという当時のジンクスを自分たちが打ち破ったと語っている。1975年頃から、サダは再び肝炎を患いプロデューサーに一年間の休養を打診したが、聴衆から忘れられるという理由で断られている。また世間的には、精霊流しのヒットにより、精霊流しイコールクライイコールグレープというイメージが付き、さらに、 精霊流しと同傾向の無縁坂がヒット曲となった。さらに雰囲気を変えるために出された長官が思うようにヒットしなかったことや精霊流し無縁坂と同傾向のアルバム曲延期理事が好評を博したことなどが重なってしまい自分たちのやりたい音楽と受け手との齟齬を感じるようになった。このような経緯から1976年春にグレープは解散に至った。 なお、サダは解散コンサートにて解散の理由を、精霊流し、無縁坂、縁切り寺と来たら後は、墓場しかないと述べている。解散時期は、1976年3月とする資料と、4月に解散コンサートを長崎県で行ったとする資料があり、サダマサ氏の公式ウェブサイトでは、3月となっていたが、後に、サダ企画社長のサタシゲルリが、当時の所属事務所である。 バードコーポレーションの社長から入手したグレープ時代のスケジュール表によると、1976年4月9日、放送の文化放送、グレープのせい、ヤング最終回がグレープとしての最後の仕事となっているとのことである。吉田はグレープ解散後、チャボーズを結成する。メンバーは以下の通り、吉田まさみとチャボーズという表記もあるが、アルバムでは、 チャボースフィーチャリングマサミヨシダマミキクチと記されている。キクチマミと石川清澄以外はグレープのラストコンサートでのサポートメンバーであった。なお、後にグレープ時代の相方、佐田雅史のバックを務める石川清澄がメンバーに加わっている。1976年9月に黄昏色に心を染めてでチャボーズはデビュー。同年12月にはデビューアルバム。 トゥリーオブライフをリリース。クラフト、サダ・マサシ、ヤノ・アキコといったゲストミュージシャンが参加。2007年には31年ぶりに CD 復刻されリリースされた。しかし、セールス的には成功せず、チャボーズはほどなく解散する。1980年にはソロシングル、夏の記憶に、You are in the sky with so d a ソロアルバム、m y t u n e m y t u r n マサミをリリース。 名前を、吉田正美から吉田正美に変更する。以後、ディレクター業を、開始、2年間 SMS に在籍した後、バップ、レコードに移籍し、プロデューサーを経て2011年現在、管理部門に所属している。その間に手掛けたアーティストは、アグネスちゃん、国広富幸、木名正吉、深町純、ヒカシ岸本香ゆサーカスなど、 1976年3月出版の佐田マサシ、本人の縁とは、不思議なもので、において、佐田は、吉田の名前を、吉田・マサミと紹介している。したがって本名がマサミであってマサミは芸名であった、可能性も高い。二つのバンドはどちらもエレキバンドであった。グレープが目指していた音楽は元来ロックであったという、佐田の段が理解されるところである。バンコ。 第一印象はいずれもインストゥルメンタル曲である。ただし、1969年デビューのビリー・バンバンが前例としてある。ただし、グレープ解散後も、サダ・マサシの方は暗いという世評が続いた。茶坊主に関するカテゴリー。ありがとうございます。